元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回もですね、我が同志であります追肘道場、太田修練道場追肘道場にやってまいりました。今回のテーマはですね、正面打ちシリーズです。正面打ちで1強から5強まで、そして表も裏も両方やっていきますんで、先日はですね、縦、今度は横、ということでね、やっていきたいと思いますんで、ぜひそのあたりを中心にご覧いただきたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。正面打ち1強から5強まで、これを通しでやらさせていただきます。お願いします。はい、正面打ち1強もてます。ですけど、よいしょ。今度は二強表技。からもありますけど、はい、次は三強表技。でね、一強はここで潰すんですけど、三強は潰す手前でやめておきます。ここで肩を突っ込む。肩をしっかり打ってくださいね。ここで胸くっつけて、これ当て身と一緒に。この手を下げて、この手の前に移動していきます。で、もう一個足を引いて押さえる。しっかりこうですね、動けないように。ちょっとでも相手が逃げる隙を与えてはいけないんですね、技っていうのは。ね、ここへ肩を突っ込みますか。肩っていうんですけど、実際は腕だと思うんですけど、説明では今までずっと肩として説明を受けてきたんで、せず肩と言ってますけど、まあ、腕ですね。パッ、こうですね、腕を突っ込んで、こうですね、三強で押さえてるんですけど、ここをまた三強で持ち替えて、ね、三強をまた効かせます。肘に手を当てて、頭の方へ、中で押していきます。四強表技。ここは一強と同じですね。こうね、こうで入りながら相手の腕を、ね、こう折っていきます。スッ、ね、ここで持ち替えて剣を振り下げるように、ね、グッと寄って引かせます。これは1強です。こうなります。正面打ち5強になります。これはね、そのまま単剣の技になるんですね。
ね、もう正面の力はないですけどね、こうしてポンとして、ね、これ探検持ってたらポンとね弾き出せますね。はい、これで一通り一強から五強表になります。次は裏技へ移ります。お願いします。正面打ち一強裏技まあ、ゆっくりできればどんな速さでもできるようになるってことですね。はい、二強裏技ね、これ、こう、控えておく、ね、これが大事ですね。控えておいて、この肘を前に送り込む。そうですね。これをわざわざ手刀でやります。腰の回転ですね。腰の回転でいこう。もっとあの進んでいくと腰の回転だけで効かせっていうことになりますですか、ね、こうですね。この持ち方はね、ここからでも、こっからでもね、こうでもね、一種類ありますけどね。この場合は、こう取ります。この場合は、こうですね。まあ、どちらでもいいと思うんですけどね。両手でね、こうひねり上げるのとね、片手でひねり、2種類ありますけど、今回片手でやってみます。スッと。ここで4強の位置に合わす。4強っていうのは、人差し指の付け根で効かすんですね。で、剣を振り下げるように。へその下まで来たら、体を開く。ないですけど、この握りですね、握りがこう持ったら一強、五強はこうです。開始ですね。このまま短剣持ってたら短剣をこうね、ガシッと外すことができる、ね、最後にはこれボンとかかとで蹴っ飛ばし出すよ。はい、これで一通り一強から五強裏表になります、ね、どうぞご参考なさってください。
ということでですね、まずは今日は正面打ちなんですけども、正面打ちシリーズで1教から5教までお願いいたしました。さて追肥師範なんですけども、ちょっとまとめてもらえますか。はい、1教の形がきちっとできれば、そこから展開して2教、3教、4教、5教までできるということが、これを見ていただければわかると思います。一番大切なのはもしかすると1教かもしれませんね。そうですね、1教ができればね、はい、お金を余裕が引くということになろうかと思いますので、一教を大事にした方がいいですね。そうですね。ねえ、今日は全ての技の基本になる技になりますね。うん、はい、はい、ぜひね、そういった思いでご自身の、合気道に生かしていただきたいというふうに思ってます。解説は追肥師照大師範でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺りで太田修練道場よりお別れです。ごきげんよう。さよなら。さよなら。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー萩野隆彦です。よろしくお願いいたします。バカさー